はい、こんにちは。山チャンネルです。今日は、フミリスの紹介をしていきたいと思います。はい、では早速、紹介というよりかは、今日は、フミリスの挿し木、葉挿しをしていこうと思います。あ、ちょっとした緊急事態で、葉っぱが取れちゃったんですよね。ほら、このフミリスの特徴として、寒いのが苦手ってのがあるんだよね。だからちょっと、温度の管理低く あんまり適当にやってると葉がこういうふうにポロって取れちゃったり、あと衝撃とか振動にも弱いからポロって取れちゃったりするんだよ。ってことで今日はこのフミリスの葉挿しをしていきたいと思います。このフミリスはすごく葉挿しの成功確率が低くて、まあ多分失敗すると思うから、これの葉挿しついでに他の植物の葉挿しもやっちゃいます。はい、ではやっていこう。はい、じゃあ早速やっていきます。用意するのはなんかこんな感じのトレーに、あとはプラスチックコップの底を切ったやつ。で、穴開けます。こんな感じですね。こんな感じで穴開けて、まあこんなちょうど3つ入るぐらいで意外とぴったりだった。 土入れます、土。よし。量はこんくらい。OK。で、これ取れたところね。取れたの昨日だから、ちょっと取れ口乾燥してるから。OK。これをザクッと、こんな感じで、取れた部分がちょっと埋まるぐらい、こんくらい入れて、はい、あとはもうこれ待つだけです。で、まあさっきも言ったように、これだけだとなんかちょっと微妙なんで、他のやつもやっちゃいます。はい。これはアーモンドネックレスの葉っぱ。これも、ぐさっと。はい。じゃあ次は、はい、今度はこれ。サンライズマムってやつ。サンライズマムってやつも、ズボッと。こんな感じです。今日の動画はこれで終わりです。根っこが出てきたり芽が出てきたらまた動画回します。じゃあバイバーイ。とフミリス、そろそろ実は開花の時期なんで、つぼみがいい感じに。またこれもお花が咲いたら動画にしようと思います。かわいいな、つぼみ。